おはようございます。タイさん、モークさん、おはようございます。ハレリア、ハレリア、はい、まいちゃん、ハレリア。今日は涼しいですよ。やっとですね、猛暑が過ぎて過ごしやすい。あ、朝ね、涼しいです。ルーさん、おはようございます。太陽さん、おはようございます。今日は非常に、まあ、快適ですね。まあ、乾います逆に乾いますが、乾いますが、しかし、気温は非常にいいです。曇っています。今日は曇りですが、まあ、猛暑が過ぎて過ごしやすくなりました。大石さん、おはようございます。大石さん、おはようございます。ちょっとセミが逆にうるさくてですね、セミがうるさいかもしれません。ハナさん、おはようございます。あれはですね、方針つくつく日暮らし、方針つくつく、方針つくつく、方針つくつくでしょうかね。 まさにこう、なんて言うんでしょうかね、秋が始まるような気配。アイポンさん、おはようございます。はい、やっとですね、集会が終わって、ほっとしております。いろいろ学びました。皆さんもですね、集会を通していろんなことを学んだんではないでしょうか。私たちは成長しています。私たちは学んでいます。私たちは、真理を学んでいます。そして歩んでいます。トモさん、ユウさん、ハレリア。そして私たちは、成長すればするほど、成長すればするほど、いろんなことが分かってきます。キートさん、おはようございます。ヒコさん、おはようございます。そして皆さん、皆さんが放送に来てくださることは本当に素晴らしいです。この放送に来て皆さんが学ぶことができます。そして、成長することができます。そして皆さんが励まし合うことができます。私たちは集まるということは、集まるだけでそこにですね、励ましがあります。集まるだけで油注ぎがあります。イエス・キリストを信じる者が集まるだけで、そこに神様の栄光があります。そういう意味で皆さんが来てくださることは素晴らしいことです。自分のために、兄弟姉妹のために、イエス様のために、とても素晴らしいことです。昨日の礼拝いかがだったでしょうか。皆さんぜひ、感じたこと、学んだことをですね、コメントで書いてくださって、励まし合いたいです。ぜひ皆さん遠慮なく、遠慮なくですね、皆さんコメントを書いてください。深刻コメですね、深刻コメ書いてくださることによって、それが人の兄弟姉妹のためになります。また信仰を持ってない方に対する証になります。私たちは、まあ、一方的な放送ではなく、皆さんとの相互放送といいましょうか。コメントを通して皆さんの、意見をですね、発信することができます。ネットのいいところはそういうところですね。テレビとかラジオは一方的な放送が多いですが、ネット放送のいいところは相互的に、できるということですね。はい、ぜひどん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 信仰コメを打ってください、ね、信仰コメを打ってください。今日の森の様子ですね。
早速ですね、土曜日か日曜日に雲にですね、空に雲によるこう手が出たとい う, うそれから目が出たとい う, う情報が入っています。もしかしたら今晩その写真をお見せできるかもしれませんが、ちょっとまだ分かりませんが、早速ですね、日本の空にですね、目とか指、手が出たという、お見せできたらと思います。向井さん、朝は幾分涼しく感じましたが、まだまだ残暑厳しい日々が続くようです。そうですね、私の放送は朝夜ですから、そういう意味では涼しい時に放送できるんですね。はい、それではですね、早速タイトルいきましょう。今日のタイトルはですね、愛することを楽しみにする、愛することを楽しみにする。イエス様の教えは、イエス様を愛し、そして隣人を愛しなさいという命令、これが一番の命令です。私たちは、その愛することに対して訓練しなければなりません。私たちはいろいろ心配したり、文句を言ったり、責めたりすることが多かったために、そういうことで私たちは何かそういう、悪いことをしてしまう条件反射が身についています。あ、すぐに、ああどうしよう、ね、何かがあったらすぐになんかこう、口論してしまう、何かすぐにこうネガティブになってしまう、そういうですね、悪い条件反射が誰でもあると思います。で、条件反射っていうのはですね、急には治らないわけですね。皆さん、それは癖と言ったらいいでしょうか、習慣と言ったらいいでしょうか。いろんな、悪い習慣をたくさん持っています。でも私たちは、霊的なフィットネスね、時々言いますが、霊的フィットネスをして、それをいい習慣ね、いい習慣に変えていく必要があります。そこには訓練が必要です。皆さんがこの放送に来るのは、そういう霊的なフィットネスの良い習慣というか、良い条件反射というか、そういう訓練の場所でもあります。私たちはすぐにポジティブに考え、信仰的に考え、私たちはですね、このここ大丈夫かな、物事をですね、すぐに信仰的に、考え、信仰的に行動するような訓練が必要です。私たちは、まずですね、すぐに、このネガティブに考えやすいことから、どんな状況でもいつでも愛すること、神様が喜ぶようなこと、正しいこと、相手の益になること、柔和さ、寛容さ、そういうものをですね、私たちは身につける訓練が必要です。そして私たちは以前は肉を楽しみ、自分の利益を楽しんでましたけど、今や私たちはそういう自分を喜ばすようなことを楽しみにするのではなく、欲を楽しみにするのではなく、隣人を愛すること、神様を愛すること、隣人を愛することを楽しみにするべきではないでしょうか。それが、条件反射として、条件反射として身について、誰かがいたらすぐに優しい言葉をかける、誰かがいたら挨拶をする、誰かがいたらその人の何か、助けることがあるかどうかを考える、そういうですね、愛することを、ね、身につける、楽しみにする、愛することを考える習慣、そういう条件反射を私たちは身につける必要があります。
そして、そういうものが身についてくると、さらに愛することの、まあ、なんて言うんでしょうかね、深さというか、愛することの、素晴らしさを、ね、享受できるのではないでしょうか。納豆さん、おはようございます。ゆうさん、アメン。私たちは、さらに、前に進む必要があるんです。タイさん、マタイの 22-39。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。第一の戒めは、イエス様を心を尽くして愛するということですね。第二の戒めは、隣人を自分のように愛するということです。つまり、神様の御心はそうだということですね。神様の御心は、神を愛し、人を愛する。西郷隆盛は、敬天愛人、敬天愛人という言葉を言いましたけど、まさにこのことなんですね。敬天というのは神を愛すること。愛人というのは隣人を愛すること。敬天愛人、西郷隆盛はそういう言葉を作ったんですよ。というわけで、皆さん、私たちにとって大事なことは何か。あ、タイさん、その字ですね。私たちにとって何が大事か。多くの人は、お金や欲、また自分に関わることを大事にします。自分を大事にします。自分の損得を大事にします。しかし私たちは、そうであってはいけません。イエス様を大事にし、隣人を、まあ、第二にすると言ったらいいでしょうか。イエス様を一番にし、隣人を第二にする。自分は何番目かはちょっとわかりませんが、自分というものを、まあ、イエス様も教えました。自分を捨てと言いました。自分を捨てて自分の十字架を背負って私についてきなさい。つまり、自分を捨てるということは、なんて言ったらいいでしょうか。自分を優先するとか、自分の利益とか、そういうことではなくて、神様の教えが一番。そして、隣人を自分のように愛する。自分のように愛する。これがですね、とても大事な教えです。パサラさん、違いますよ。自分優先大切にすることではないんですね。隣人を優先する。イエス様を優先する、ね。イエス様を一番にすること。イエス様の教えですね。イエス様の教えを第一番にすることと、二個目は隣人を優先する。モンカさん、イエス様を信仰すればするほど隣人を愛せるようになります。アメン。そうです。イエス様を信じれば信じるほど、従えば従うほど、隣人を愛せるようになります。タイさん、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。まあ、これが一番です。これが一番ですね。イエス様を愛する。イエス様を愛する。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは以前は偶像を愛してました。以前は自分を愛していたんです。なんということでしょう。私たちは、その本当に愛するべき方を知らずに、欲を愛し、お金を愛し、自分を愛してました。なんということでしょうか。なんという間違った生き方だったでしょうか。偶像崇拝というのはそういうことです。偶像崇拝というのは、本当に愛するべき方を愛さないで、虚しいものを愛していた。虚しいものを愛していた。それが偶像崇拝です。何ということでしょう。多くの人は、本当に素晴らしい方を知らずに、サタンに騙されて、虚しい生き方をしていたのです。
パサラさん、それは一見正しそうですけど違うんですね。自分を大切にできなければじゃなくて、そうではないんですね。イエス様を一番にし、イエス様を一番にし、そして隣人を愛するときに初めて自分を大切にできるんです。多くの人は自分を大切に、一番に大切にするために、本当に大切にしなければいけないことを見失っています。パサラさん、イエス様を愛することによって初めて友人や家族を愛せるんです。まずイエス様を愛することが大事なんです。なぜかというと、神の愛はイエス様から来るからですね。神の愛はイエス様から来る。なぜ心を尽くしてイエス様を愛するんですか？なぜ心を尽くして思いを尽くしてイエス様を愛するんですか？それは、イエス様を通して愛が来るからですね。愛が来なければどうやって人を愛せるんですか？多くの人が人を愛さない理由は、イエス様から愛をもらってないからですね。世の中が人を愛せない理由は、世の中が人を愛せない理由は、イエス様を愛してないから。イエス様を愛してないから、人を愛せないわけですね。ユウさん、イエス様を思えば思うほど母に対して真剣に愛を持って接することができるようになってきました。アメン。イエス様を思えば思うほど母に対して真剣に愛を持って接することができるようになってきました。そこです。まずイエス様です。まずイエス様を愛してこそ、イエス様を愛してこそ隣人を愛せるんです。そして自分も愛せるんです。順序があるんです、皆さん。物事には順序があります。何か物を作るときも順序があるし、何か仕事をするにも順序があるし、何かどっか行くときにも順序があるでしょ。順序が間違ったらうまくいかないです、ね、手順が間違ったら仕事もできない。手順が間違ったら物を作ることもできない。手順が間違ったらどっかに行くこともできません。物事には順序があります、ね、私たちの順序はイエス様を一番にし、イエス様に従うときに、イエス様から学ぶときに、イエス様を愛するときに、初めて私たちは人を愛し自分を愛することができるんです。それが順序です。まず多くの人はまず自分を愛します。それ順序は間違ってます。自分を愛するということは、結局は、何でしょうか、ね、自分を愛するということは、自分の中には愛がないんです。自分の中に愛がないので。ですから、それはですね、結局のところ、人を愛せないことになります。宗教戦争ですか？宗教戦争、だけではなく、世の中の争いはみんな欲だと書いてあります。で、ヤコブじゃなく、ヘブル、ヤコブ。ちょっと忘れました。ヤコブの4章ぐらいかな。ヤコブの4章ぐらいに、争いは、ね、肉の思い、欲によって争うと書いてあります。ですから私たちは、その欲を捨てなければなりません。欲があるから争うんですね。欲があるから争うんです。パサラさん、教会で賛美歌歌ってます。アメン。みかんさん、韓国と仲良くしないといけないの。イエス様は隣人を自分のように愛せよと言っているわけですから、韓国は日本の隣人ではないでしょうか。イエス様の心は、争いではなく和解です。イエス様の御心は、愛し合うことです。ならば私たちは韓国の人がどう思うと私たちは韓国を愛する必要があるんです。それは
それはですね、神様の御心だからです。私たちは、人間的に考えて、人間的に反応してはいけません。向こうが悪いことを悪口言うから、こっちが悪口言っていいわけではありません。向こうが悪口言ったとしても、こっちは善意を示し、愛を示し、各国は愛する必要があります。それが神様の御心だからです。ですから、イエス様を一番にするということはそういうことですね。イエス様を一番にするということは、韓国を愛するということです。それは、神の御心だからです。しかし、韓国を憎む人は、韓国を憎む人は自分を一番にしてます。ね、自分を一番に指定します。なぜかというと、自分にとって、ね、悪口は嬉しくないから。悪口は嬉しくないから、その仕返しをしているわけです。それは御心ではありません。姫さん、おはようございます。ゆうさん、昨日たまたま母と優先順位の話をしていたところです。アメン。それはいいタイミングですね。いいタイミングです。お母さんと、お母さんと優先順位の話をしていた。それは素晴らしいタイミングですね。そういうわけで、姉さん。神様を愛すること、人を愛することが一番大事だということをまず、皆さん知っています。しかしそれを実際に実行するためには訓練が必要ということです。ね、私たちは、知識としては知っていたとしても、それを実行するためには訓練が必要なんです。太郎さん、市内にあるプロテスタント教会のアーチャリー牧師はキューちゃんにお会いしたことがあるそうです。アーチャリー牧師、聞いたことありますね。市内っていうのはどこでしょうか。どこの町でしょうか。アーチャリー牧師、聞いたことがありますね。こじこじさん、他の国も全て愛することがイエス様の教えです。その通りです。私たちは、どこの国の人も愛さなければいけません。私たちは、聖書ではですね、日本にいる外国人を愛しなさい、外国人を愛しなさいという、そういう命令があるんです。彦さん、なぜ日本人だけが愛を示さなければならないんですか？日本人だけじゃないですよ。すべての人ですね。すべての人。すべての人が、愛を示す必要があります。すべての人が愛を示す必要があります。パサラさん、アジア諸国仲良くしましょう。アメン。そしてそれはですね、できる人から始めればいいのです、ね、できる人が始めればいいのです。それは本当に日本のためでもあるんですね。争うことは日本のためではありません。今回の日韓問題でどれほど両国が経済的に大きな損失があるでしょうか。とてもとても大きな損失があるんです。それは無意味なことです。愚かなことです。私たちは、騙されています。悪魔に騙されて、その憎むことがあたかも当然なかように、当然のことのように思わされます。それは決して、得策ではありません。もちろん、経済のためだけで考えるのではありませんが、結果的に経済が悪くなっています。そういうわけで、皆さん、私たちは、生きることは愛すること。生きることは愛することです。ぜひ皆さん、愛することを楽しみにしてください。今日も、ね、神様を愛することができる、隣人を愛することができる、いろんな問題があっても、心配しない、恐れない、神様が働く、皆さん、ですね、
イエス様を信じて聖霊を受けるとですね、聖霊を受けると本当にいろんな導きがあります。神の力を感じることができます。不思議ですが、神の力が働くと何も問題がなくなるんです。いいですか、聞いてください。問題というのは神様の力が働かないことなんです。問題というのは神様の力が働かないことです。ですから私たちが、信じて信仰的になって喜んで神を愛するならば、人を愛するならば、そこに神の力が働いて、そこに奇跡が起きるのです。これが信仰です。これが信仰です。多くの人は心配して心配して余計に神様の力が働かないのです。多くの人は、逆をしているわけですね。逆なことをしているんです。トラブルがあったら、ね、信仰的にならなければいけないのに、トラブルがあったら不信仰に なるために、その不信仰になるために余計に神の力が働かないので、さらに問題が悪化していくわけです。皆さん、そこに、そこのメカニズムを理解してください。もし問題があるとします、ね、問題があります。その時に私たちは、不信仰に なってはいけないということです。信仰的になって喜んで、神様の働きに期待するのです。その時に神の力が働いて、その問題が解決するのです。私たちはこのことをよく理解しなければいけません。多くの人は自分の過去の習慣、条件反射によってすぐ不信仰的に考えてしまいます。問題があったら、ああどうしよう、問題があったら、ああってこう、条件反射でですね、ネガティブになってしまいます。そうすると問題はさらに悪化するのです。皆さん、このことを理解してください。もし私たちはどのように歩むかというと、信仰的に歩む。そうするならば問題がこう消えていくんです。私たちがある時にもし問題があればね、誰も歩きたくなくなるでしょう。問題があったらもう生きることが辛くなります。問題があったらですね、どうしようと悩みます。しかしもし私たちが、イエス様を信じて、神の力が働くことを信じて、信仰で一歩進むならば、信仰で前に進むならば、神の力が働いて問題が消えていくのです。皆さん、それが信仰です。それが信仰です。ぜひ皆さん、そのような生き方をしましょう。タイさん、昨日の礼拝は心を騒がせない でしたね。そうですね、心を騒がせるというのはまさに不信仰になってしまうということですね。不信仰になってしまうということです。はい、それでは証しタイムいきましょう。証しタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、信仰によって問題が解決した証。イエス様を信じて、神を信じ、喜ぶことによって問題が解決してきた証。スタート。ここの公園はね、安らぎ公園っていうんですがね、まあ、信仰的に言えば平安ですよね。平安公園、ね、神様がいるところに平安があります。神様がおられるところに安らぎがあります。多くの人は不安の中で生きています。しかしイエス・キリストに会って私たちは平安になります。平安があってこそ楽しいのです。
平安があってこそ生きれるのです。不安の中で生きたくありません。恐れの中では生きたくありません。楽しくありません。平安があるからこそ楽しいのです。平安はどこから来るんですか？イエス様から来るんです。イエス様から平安が来ます。信仰で歩むときに、信仰で歩むときに平安が来るんですね。信仰で歩むときに平安が来ます。吉さん、おはようございます。桃花さん、イエス様を信仰することによってイエス様から愛が流れ、人を愛せるようになりました。イエス様が魂を変えてくださいました。自分の力ではできません。その通りです、その通りです。私たちはイエス様がどうしても必要です。イエス様がどうしても必要です。多くの人はそれを知らないんです。多くの人はそれを知りません。私たちは知ったんです。自分の力ではニッチもサッチもいかないのです。自分の力だけではうまくいかないのです。自分の力では人を愛せないんです。自分の力で問題は解決できないんです。私たちではイエス様の力が必要です。イエス様の力がなければ問題は解決しません。イエス様の愛がなければ人を愛せないんです。このことを皆さんがしっかりと理解するんです。はっきりと理解するんです。はっきりと理解するんです。何が必要なんですか？イエス様が必要なんです。何が必要なんですか？イエス様の力、イエス様の愛が必要なんです。皆さん、それはっきり理解しましょう。ユウさん、人生のテーマは愛だと思います。私は母と共にイエス様の愛に向かって歩んでいきたいと思います。アメン。そうです、そうなんです。私たちの良い身というのは愛の身のことです。私たちが神の愛で人を愛するときに、それは神様が喜ばれる身なんです。御霊の身は愛です。御霊の身は愛です。私たちは、イエス様からいただいた愛を実行するときに、それがかぐわしい、神様が喜ばれる身なんです。良い身なんです。多くの人は不信仰の身を鳴らしていますが、それはよくありません。罪の身、不信仰の身はよくありません。イエス様からいただいた愛の身、イエス様からいただいた愛の身、それが神様が喜ばれます。それは素晴らしいものです。それが人生です。愛の実を結ぶこと、愛の実を結ぶことが人生です。皆さん、お百姓さんはですね、作物がに実がなることが楽しみでしょ。農家の人は作物が、果物とか作物が実を結ぶことが楽しみでしょ。だとすれば、私たちは信仰による愛の実がなることを楽しみにしましょう。信仰による愛の実がなることが楽しみ、つまり愛することが楽しみ、愛することが楽しみになる、これが私たちの生きる生き方です。太郎さん、今日もイエス様を信じ、愛に満ちた生活をします。アメン。今日もイエス様を信じ、愛に満ちた生活をします。アメン、アメン、アメン。小路さん、目の見えない人を見えるようにしたり、死人をよみがえらせたり、水をワインに変えたり、イエス様はまさしく神です。アメン。今日の放送を聞いて、ああ、私は自分の力で生きていた、自分を愛していた、そうではないんだ、自分の力で自分を愛せない、まずイエス様を愛して、イエス様を愛して隣人を愛して、初めて自分が愛せるんだ。イエス様を愛して自分を愛して、初めて私はイエス様に愛されるんだ。自分を愛するのではなく、イエス様に愛されることが自分を愛することなんだ。自分で自分を愛せない、自分で自分を愛せない、イエス様に愛されてこそ、イエス様に愛されてこそ初めて自分を愛せるんだ。イエス様に愛されてこそ初めて自分を愛せるんだ。それが分かった。
これから、自分で自分を愛するのではなく、これからイエス様によって愛される生き方をしよう。そしてイエス様を愛し、隣人を愛することを楽しみにする生き方、そのように、なりたいと思う方、イエス様を信じて、イエス様を信じて本当に愛することを楽しみにする人生、イエス様を愛し人を愛するような人生を始めたい方、アメン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 。イエス様を愛し、捕らえ人を愛し、そして自分を愛する生き方をしたい人、アメン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 。じゃあ皆さん、そういう決心をしましょうね。そういう生き方をしようと決心することが大事です。そして、一切悪い言葉を使わず、一切、その悪いことをしないで、人に優しくし、人に親切にし、神の喜ばれる愛の実を結びましょう。決して私たちが、人に対して無慈悲になったり不寛容になったりしないで、悪い人にも愛を示しましょう。敵を愛しましょう。敵を愛し、悪意に対して忍耐しましょう。愛は忍耐です。愛は忍耐です。でもそれは素晴らしい忍耐です。人を許し、人に、忍耐するということは、素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんです。天皇様、感謝します。私たちは、以前は自分を愛するものでした。自分を愛するものでしたけれども、今私たちはイエス様と出会って、人を愛せるようになりました。人を愛せるものになりました。どうぞ、今アメンと言った方々が、そのような生き方になりますように。そのような生き方になりますように、イエス様、どうぞ、新しい生き方、本当の生き方、平安の安らぎのある生き方、素晴らしい生き方が始まることができますように、一人でも多くの人がイエス様を受け入れ、神の愛を受けることができますように。イエス様、それが御心です。御心です。そしてそれによって世の中が変わります。日本が変わります。世の中が変わります。日本が変わります。イエス様、どうぞアメンと言った方々、神の愛と神の力を体験しますように。神の愛と神の力を体験しますように。前向きになりますように。自分の力ではなく神の力で生きよう、神の力で生きようと決心しますように。決心しますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。先週ですね、お盆があり、終戦の日があって、私たちは集会を通して霊的戦いをしました。そして私たちは勝利したと信じます。霊的戦いを勝利したと信じますので、日本は変わると信じます。日本は変わります。皆さんの信仰、それが皆さんの勝利です。信じることが勝利です。信じないことが敗北です。皆さんは勝利しました。信じたので勝利しました。そしてこの勝利が広がるでしょう。